メとはね、控え室でもね、めっちゃよく喋って、まあ、わためと私とスバルが同じ控え室で、前元のおじさんだけぼっち控え室だったんですけど、この3人で主にずっとね、ワッキャワッキャしてたんですけど、割とその延長線みたいなね、話し方になってましたね。くるっと回って一着のポーズのやつ、かわいいな。おじさんかわいそう。いや、なんかさすがにかわいそうかなと思って、私だけチラッと見に行ったら、なんかポケカを一人でやってたらしくて、え、何してんのって聞いたら、ポケカを一人で回してんだよねって言ってて、ポケカを一人で一人で回してるって何、シャッフルしてんのって聞いたら、いや、ここに相手がいることを想定してどうやって戦うかをね、一人でずっとシミュレーションしてんだよねって言ってて、わーってなっちゃった。めっちゃおもろい。かわいそう。でも私もポケカわかんねえし、あとおじさんのね、マネージャーさんもそこにいらっしゃったんだけど、マネージャーさんもあんまわからなかったらしくて、マジで一人でただ回してるだけになってて、めっちゃおもろかった。あとおじさんがマヌカハニーくれた。優しい。高いのに、ありがとうおじさん。でもちょっと一人ぼっちにさせてごめんね。っていうのがありましたね。